モーニングの時ってどうしてる？モーニングの時は、うん、朝な割となんかコーヒーか紅茶だけ飲んで出社して、うんうん、本番ギリギリにおにぎりとか。あ、やっぱり入れるよね、はい、入れないと持たないよね、うん、そうなんです私も今日おにぎり食べたんですけど、うんうん、7時台回ったぐらいからお腹がぐるぐるそう、なんでなっちゃうんだろうね、7時ぐらいからぐるぐるぐるってなって。そうなんです、7時台になって、うん、あと1時間ぐらいだと思った急にね油断でお腹もねそうなんですよ。いやー、私もしっかりと食べてモーニング臨んでいきましたがあ、そうですね、こういうのいいかもね、行ってコーヒーとお仕事後のモーニングセットもいいね。であのゆで卵ももらおうかな、美味しいよねいいですよね、うんうん、いやそんな朝食の話題もお送りしていきましたが、はい。